土山茶は、滋賀県高架市土山町周辺で栽培されている日本茶。滋賀県内最大の栽培面積、生産量を誇る。1356年に、杉明寺の総巡王が、京都の大徳寺から持ち帰ったお茶の種子を栽培したことが始まりとされる。江戸時代に長雲寺の総天霊が茶を広く栽培し、村人や旅人に分け与えたものが、 東海道の街道名物、あけぼの茶として有名になり、これが土山茶の礎となっている。幕末の開港後、茶は国内でー糸に次ぐ輸出品となり、1880年間の滋賀県物産市によると県下で最大の生産量を誇った。1881年、土山村の茶業屋によって土山茶会社が設立され、 輸出用紅茶の品質向上と再生茶の時期、輸出販売により経営の安定化が図られた。なだらかな給料値で長い日照時間と清水に恵まれて育つ。長く分厚いお肉で味、香りが濃く、同じ茶葉で2000目も美味しく飲める。2015年3月5日の高賀市議会で地元産のお茶等を しがらき焼きの器で振る舞う習慣を広める、紅菓子紅菓の茶及び紅菓の地酒を、しがらき焼きの器でもてなす条例が可決された。近年、土山茶を使ったジェラートやジャム、焼き菓子等のスイーツの販売、ほうじ茶の専門店など、魅力ある商品の提供に取り組んでいる。ありがとうございます。